どうも、アスカノです。はい、みなさんこんにちは。いちごちゃんとなぞなぞの時間だよ。よし、来た、かなり自信あんねん今回は。頼もしいですね、アスカさん。では、早速いつでもウェルカムやで。第1問、ジャカジャカジャカンジャカンジャカン。癖がすごい。エベレスト登頂に成功した登山家たちはその後必ずする共通のことがあります。それは一体何でしょうか？エベレストやろ。エベレストと言ったらヒマラヤ山脈にある世界最高峰の山、標高8848メートルで3776メートルある富士山の軽く倍以上や。しかも登山にはめっちゃ鍛えたプロの登山家の方でも少なくとも一月以上もかかる一般人では絶対に行けへんような場所なわけや。よう噛まずに言えたな。目の前には俺たちが想像もできないような壮大な景色が広がってるわけや。したら絶対にすることは一つ、記念撮影。正解は記念撮影や。ま、あの、多分してると思うねんけど。何違うの。いや、これ趣旨ちょっと違う。謎謎やからアスカ、謎謎。いや、分かってるよ。だから正解は記念撮影なら一応正解はね、うん、下山。あの、うん、下山。あー、いやでももしかしたらエベレストの頂上がめっちゃ気に入って下山しない人もおるかもしれへん。あー、まあアスカもある意味正解はそれ。せやろ。うん、よし、かなた、どんどこい、どんどん行くで。じゃあ次がラスト問題。じゃかじゃかじゃじゃじゃーん、じゃじゃーん。何言って？もう言わん、俺らは真剣やね。なんだよ、よし行くで。割っても割っても壊れないものなーに？割っても割っても壊れないもの、うん、絆。大正解です。よっしゃ、全問正解や。嘘もよんねー。ほんまの正解は割り算やねんけどね。え？いやでも俺たちにはさ、絆の方が合ってるかな、やっぱり。アスカ、なんや？俺たちの強い絆で絶対夢叶えような。そうやな。また見てね。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。